本日は吉田豊彦投手、こちらはですね1年目、そしてね1年間だけでした南海ホークス時代の貴重な映像でございます。この後にですね大英、阪神、近鉄、楽天と渡り歩く吉田豊彦投手、本日はですね吉田投手のね足跡を振り返りながらそれぞれの活躍を見ていきたいと思います。吉田投手は大分県出身で、高校はこちらの国崎高校、当時の監督さんはですね現在ヤクルトにね在籍しております内川選手のお父様が監督だったわけでございます。そしてですね1学年下にはですね後に阪神で活躍しましたこちら弓永投手が在籍しておりました。まあね高校時代残念ながら甲子園に出場することはなかったわけでございます。高校卒業後社会人野球本土県熊本に進まれね、1987年はニコニコ堂のですね補強選手としてね都市対抗にも出場されております。そしてその年のドラフト会議を迎えるわけでございます。こちら1987年のねドラフト1の面々でございますが、南海ホークスは立浪選手を指名してね外れとして吉田豊彦投手を1位指名したわけでございます。当時の南海ホークス1年後にはね大英へね入りするわけでね、やはりね資金難ということもあったわけなんでしょうけれどもね、吉田投手にですね君はね3位のね扱いだから3位のねあの契約金と年俸で良ければ入っていいよってみたいな形をね言われたらしいんですよ。まあ、当時のね不人気のねパーリーグでねよく行ったなと思うんですよね。そしてねこちらがねその年のね南海ホークスのねドラフトのね1位から6位までの、ね、選手なんですけどね、これね南海ホークス最後のドラフトになるわけですからね、結構ねいい選手をねうまいこと指名してねいいドラフトだったんじゃないですかね。そしてねこちらはね今出ておりましたがね2年目大英ホークス時代のピッチングの様子なんですけれども、南海ホークスね入団1年目はね43試合、主にねリリーフとしてね4勝4敗3セーブ 4.41 のね成績を残されたわけでね、こちらの2年目になりますとね先発ローテーションに定着いたしましてね10勝8敗のね成績を残されたわけでございます。結構ねこちらの映像を見ててもねなんかねストレートにはね伸びがあるねいいね左バッターじゃなかった左ピッチャーだなというね印象がありますよね。いい球ね持ってるんだけどもね先発でですねあのなんていうんですかね貯金が作れないピッチャーというイメージがやっぱり強かったですよね。3年目は5勝10 4年目はね4勝6敗、そしてね5年目にはね2回目の2桁勝利11勝を挙げますがね9敗という成績なんですよね。ピッチングスタイルはね大きく振りかぶって投げるね速球が武器、そしてねチェンジアップをね有効に生かすピッチャーなわけなんですけれどもね、6年目の93年もね7勝14敗とね大きく負け越すわけなんですよね。そしてねプロ入り7年目、94年にはですね開幕投手も務めましてね、この年がね自己最高になります12勝、3回目のね2桁勝利を挙げるわけでございます。今の球なんかもなかなかいいですよね、ズバッとねインコース決まってますもんね。そしてねカウント2エンド1と追い込んでからビシャッと決めて三振ですからね。そして8年目、95年もね8勝8敗とね5割ピッチャーということでね、そしてね96年、97年はリリーフに回るわけなんですが、ね、なかなか良い成績は残せなかったわけなんですよね。そしてですね98年にはね背番号をね11から18に変えたわけなんですけれどもね、この年はですね1軍登板がないままにですね阪神タイガースへねトレードされたわけですから18番のね背番号を着たね1軍登板のね姿というのは幻に終わったわけでございます。そしてね阪神移籍ね直後のねそのシーズンはですね44試合にねリリーフ登板もね、やはりね防御率は5点台と安定感を欠いてですね、こちらの99年もね先発やリリーフということでねちょっと要件も定まらなかったわけですね。ここはですねジャイアンツ相手にね左バッターが続くところでのねリリーフとなっておりますが、この99年はですね安定感がやっぱりねないということでね2勝8敗のね成績に終わったわけなんですよ。まあここからですねジャイアンツのねこの左打線に対してね吉田豊彦投手がどのようなピッチングするのかねちょっと見ていきたいですね。迎えるバッターはジャイアンツ2番のね清水選手ですね。まだ背番号が35番時代の清水選手とのね対戦になります。ちょっとあれなんですよね、フォームをですね制球難からということで、ね、ちょっとね下げた時間ややねスリークォーター気味にね変えたと言われてるんですよね。まあそれがねいいのかなというこんな感じですね。ここの変化球でね攻めますよね。左バッターからしたらですねあそこにね来るねこうスライダーっていうんですか、あの変化球っていうのはなかなかついていくというのがね大変で、まあそこでね空振りが取れれば一番いいんでしょうがね、2エンド1と追い込んでね決め球をおーっとこれインコース攻めたしね、おキャッチャーですね現在の阪神タイガース監督をされています矢野さんがマスクをかぶっていますね。そして2エンド2のカウントから見事三振に切って取りました。
続くバッターは今度はですね、松井秀喜ですね。3番松井ということ、あっとこれはうまいことというかね、初球からね打ち上げてくれてね、本当助かったという感じですよね。当時の監督こちらちらっと見えましたが、野村さん監督ですね。そして右バッターですがね、4番の清原にもね続投なわけですかね。これは右バッター清原にねうまく打たれてしまいましたね。左中間抜く、こちらはツーベースですよね。これでね2塁3塁のピンチを迎えたわけですね。そして迎える5番は高橋由伸。よう考えたらこの巨人打線ってなんかね投げるの嫌になりそうなね並びですよね。まあね、ここでね左の高橋ということでね、清原のところもね続投だったわけなんでしょうけれどね、まあここでね高橋由伸を抑えればね OK ということなんですけれどもね、なんだね2塁3塁ということですから、お今いい感じでね空振り取れましてね。そして2エンド2とね追い込んで、おっとフルカウントになりましたね。フルカウントから高橋由伸ファールで粘ります。これはお、あこれスタンド入りますね。やっぱり2、3、そしてね2アウト、この状態でですね高橋由伸とのね勝負はいかに、見事三振に切って取りました吉田投手でございます。2001年のねオフに阪神タイガースをね戦力下になったわけなんですかね、テストを受けて入団しました。近鉄でねなんと見事ね36歳でねちょっとね D リーグでね開花したんですよ。2002年はね42試合で2勝1敗防御率がね 2.10、 そしてね2003年もですね60試合に登板、3勝3敗8セーブ防御率 2.33 とね2年連続防御率2点台でね中継ぎとしてね頑張ったわけなんですよね。そしてね2004年には1500投球回、1000奪三振も達成したわけでございます。そしてですね近鉄オリックスの合併問題でね端を発しましてね分配ドラフトですね、吉田投手は楽天に進むわけなんですがね、そしてね迎えましたこちらのジャイアンツ戦、対戦するバッターは大道選手。なんとね南海ホークスのね2人がね、これ同期入団じゃないですか、最初のドラフトのところでもご紹介しましたがね、20年目のね吉田豊彦投手のピッチングなんですよね。さあこれでですね大道選手との対戦なんですかね、この大道選手もねこのバットを短く持つスタイルというのがねなかなか印象的なバッターではございますがね、吉田対大道、おっとここは見事大道選手ね軍配が上がりましたね。うまくね右に打ちましたね。本当ね大道らしいヒットでね吉田豊彦に対して大道選手が勝ったという感じでございますね。お互いね20年もやられてますとね、こういうね旧南海勢の対決とかいうねこういうね楽しみ方もあったわけなんですね。そしてね2007年プロ生活20年でねピリオドを打たれてね引退されるわけでございます。通算成績はと言いますと619試合に登板、81勝102敗、17セーブ、防御率 4.38 の成績を残されております。最後のですね南海ホークスのドラフト指名選手としてですね、まあ20年もやられたということでね、最後のね大見選手とのね対決というのもねなかなか感慨深いものがございますよね。そしてですね来年からホークスの指揮を取られます藤本博史監督もね南海ホークスのね選手だったというのもねなんかねちょっとね面白いなと思いますね。本日はねホークスなどで活躍されました吉田豊彦投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。でー